あ、しかし体を入れたのは多いですが、オーバーカミンスキープレー、おーとこれを拾う杉本のシュート、大井が対応。これはもっと畜生じゃないですか。もうピッチを叩きました。これ大井選手もゴール入ってますからね、で、あそこからだとこうやって巻いてくるシュートを多分想定してたと思うんですよね。そうですね、素晴らしいカバーですよね。いやー、この大井の体を張ったディフェンス、完全に上杉選手は抜かれてますからね。そうですよね。